ここから先はですねパネルディスカッション、えー、文化財の可能性を広げるデジタル値とはというテーマでパネルディスカッションに入りたいと思います、えっと、パネルに、えー、パネリストとしましてね、えー、してはですねあのご講演をいただきましたお二人の先生、えー、寺田先生安藤先生に加えまして、えー、DMC 研究すいません DMC 研究センター研究員理工学部専任講師の金子先生それから えー、DMC、えー、研究センター特任講師の石川先生にも加わっていただいてパネルを展開していきたいと思いますあの寺田先生と安藤先生にはご講演いただきましたので、えー、金子先生石川先生からそれぞれあのポジショントークといいますか、えー、をいただいた上であでパネルに入りたいと思います、えー、金子先生は今申し上げましたとおり DMC 研究センターの研究員である同時に、えー、本学の理工学部の専任講師で 情報工学の分野でご活躍になられていますアプリケーション思考ネットワーキング分散型ネットワーキングシステムとこれは情報工学の分野での、まあ、専門分野でいうとこういう分野になるんですけども2006年より本研究センターで活動されていて一番の古株でもいらっしゃるということです <laughs> よろしくお願いします ご紹介ありがとうございました金子です、えっと、例年いつも講演をしてるんですけれども今年は公演がなくパネルだけということで気楽にあの手短にまとめていましたあの、まあ、ポジショントークということなんですけれども DMC がどういうふうな、まあ、アーカイブミュージアムに関してどういうふうなアクティビティをしているかというのをあのまとめてみましたで、えー、最近はですねあのアーカイブのストレージのプラットフォームを構築して、えー、そこから コンテンツをきちんと保存するところから利活用までを一気通貫してやっているというのが取り組みでございます。 でこのシンポジウムでは主にあの、えっと、ずっとです、ね、こう一番下に書いてありますけれどもアーカイブコンテンツのネットワーク化とかアーカイブコンテンツの積極的な活用ということでカタログモザイクキャンパスミュージアムというのを発信してまいりましたで、えっと、2015年にはです、ね、磁気テープの大型ライブラリーをこの隣の建物の下ですけれども導入いたしまして で自分たちでまずは DMC が持っているコンテンツそして慶応義塾の中の他の組織が持っている重要なデータをどん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 保管していこうとそのパイロット的なものをですね作っていこうということを実践しておりますで、まあ、設計としてはですね実はですねうちは基本的には何かメーカーさんにこれ 作ってとかいうふうな外注するとしてもですね自分たちで設計を作るというのが基本的な方針でこの建物の下にスタジオもあるんですけどそちらの方も自分たちで設計して自分たちの遊び場といったらなんですけれどもプラットフォームテストプラットフォームを作っていくというのが基本的な DMC のやり方ですそういったカルチャーの中でですねアーカイブストレージの構築としては先ほどお伝えした磁気テープライブラリを購入してで設計 私自身指針としてはデジタル技術というものを考えたときに利活用の形というのはどん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 変わっていくでしょうと。 もちろん皆さん言葉聞いたことある機械学習の技術はどんどん進みますしじゃあ機械学習次どうなっていくんですかニューラルネットワークですかとかいろいろあると思うんですけれどもそういうふうな利活用そういうふうな検査技術を使った利活用もしくは他の形の利活用の形そういうことを意識して上から下まで作っちゃうと長期的に使えるものにならないんではないかということで利活用の形態に影響されない ピュアな長期的な保存プラットフォームを作ろうというふうに設計しております。こういうふうな研究として考えて、実際に動かして、学生さんと一緒に動かしてというふうなことをやってきた成果もあり、今、ですね磁気テープによるデジタル情報の長期保存方法というタイトルで、実数の標準化原案の作成、 にコントリビュートしていると僕が委員長をしているんですけれどもそういうふうな形に進展しております。でまあ、デジタルアーカイブと一言で言っても機能は保存から利活用まで非常に幅広い。 中で一体じゃあ何を作ればいいんですかどう作ればいいんですかみたいなことをいろんな方からご相談いただくこともあり一方で我々自身も自分たちのデータをどう保存してどういうふうに利活用に回していくのかっていうものを問われる立場になっておりましてそれをストレージを作ってコンテンツを入れて発信していこうというふうに取り組んでおります。 で次に書いてありますのがアーカイブコンテンツ一覧の共有と書いていますけれども DMC のデータからアートセンターというのは複雑あ、えー、えっと 慶応義塾の中の別の研究センターですけれどもアートセンターのデータをテストデータとして入れてこれを共有していく方向で考えておりますまだ出来上がってないですけれども2017年3月予定で最初,のを最初のリリースをして徐々に機能追加をしていきたいなというふうに考えております あとは今日のシンポジウムを中心としたカタログシステム、これ、アーカイブコンテンツを、コンテンツのネットワーク化ですね、コンテンツとコンテンツを有機的に結びつけて、それから利活用につなげていこうというコンテンツのネットワーク化の研究、およびそういったネットワーク化されたコンテンツを利用した積極的な活用方法なんかが研究として進んでいるということです。アピールするかのようにですね、連携機関、 を求めておりますあのネットワーク化の研究というのは1、ね、人でやってもネットワークにならないんですねで。アイデアがあってもその先に進めないというのが、えー、現状でございまして是非是非今日いろいろ記述展示いじっていただきましてあコンテンツがネットワーク化するとこんな未来があるんだなというふうに感じていただけた方は一緒にやりましょうとお声がけいただければ幸いでございます。はいで、えっと まあ、あの今、DMC は作ってきましたよというようなお話をしましたけれども、えー、先ほど DMC の古株ですと言われて、えー、まあずっとこう作る際に考えてきたことというのがあります、それをこう簡単にまとめてみましたで、これで今日のポジショントークに変えさせてください。えー、目指してきたことは、デジタル技術によるデジタル情報のためのアーカイブ構成って一体何ですかということです。で それは決して既存の現行のアーカイブの枠組みとは違うんじゃないですかとそれは情報がデジタルという形で保存されているからそういうふうに考えています簡単にまとめたのがこのデジタルアーカイブの本質ということですけれどもまあアーカイブどう作るデジタルアーカイブどう作ればいいですかっていうお話をした時に皆さんなんかまずデジタルアーカイブ アーカイブを作りたいというところが先にあって例えばそうすると記録媒体として「ハードディスクじゃやっぱ駄目ですよね」「光ですかね」「それとも磁気テープですかね」みたいな話から始まり「データベースはどこのデータベースがいいんですか」とか「アプリはどのアプリ使ったらアーカイブってうまく動くんですか」みたいな話をおっしゃるんですけれども、えっと、本質は何かっていうと。 そういうふうなものではなくてシステムを構成するものではなくて情報そのものがアーカイブの本質ということを忘れてはいけないのかなと思っておりますそれはすなわちその保存した情報をどのように使うんですかというところに気をつけてシステムを構成しないといけない逆に言えばそれができたらそんな記録媒体データベースやアプリが何だっていいというのが僕の考え方です DMC が注目しているのは えーまあ、これ情報って書いてますけれどもファイルデジタルのファイルだと思っていただけるんですけど、えっと、情報の組み合わせに注目したアーカイブの利活用というものを考えています一個のデジタルデータを加工してデータを読み解いて使うというのはもちろんあるんですけれども、えー、複数のデジタル情報を組み合わせて新しい価値を生み出すようなサービスができないかなというのが DMC が進めているアプローチ。 えまあ僕が信じているアプローチということになります。で、えー、ポイントは、えー、アーカイブなんですけれどもアーカイブっていうと大事に取っておく長期的に保存するっていうのが先に頭に浮かぶんですけれどもデジタルデータっていうのは別に物にあのバインドしないものでございまして、えー、それを簡単に言うと ドラッグのドロップでメディアからメディアにデータをコピーできると情報は変わらずに物理媒体を変えることができるということで大事に取っておく必要は別にないともちろん取っておく必要はあるんですけども大事に取っておくことそれが目的ではなくてそれを積極的に使わないとデジタルアーカイブの意味はないですよとで情報というファイルっていうものはそのメディアとかネットワークとかそういうところから有利した 存在でそこを自由に形を変えながら流通して最終的にユーザーに届いて利活用に供されるとで、そうするとまあ情報というのは変幻自在に形を変えて場所を変えてユーザーに届けられるそういうふうなものがデジタルのアーカイブの本質なのかなというふうに考えておりますまとまりのない話かもしれませんが以上で終わりにしたいと思います 次にです、ね、もう1人のパネリストでいらっしゃいます、石川博夫さんにポジショントークをお願いしたいと思います。石川さんは、えー、慶應義塾大学 DMC 研究センター特任講師でいらっしゃって、ご専門は、えー、情報工学の分野になります、3、えー、次元表現、3次元視覚、えー、でいいですか、えー、と見るですね、視覚の視覚、えー、それから えー、情報関係のアプリケーションのご開発ということに携わっています、えー、2012年より DMC にて、えー、っとカタログあのモザイクのシステムのコアの部分ですけどもカタログの、えー、可視化目に見えるようにすることビジュアライゼーションに取り組んでいらっしゃいますまたインタラクティブな展示の研究開発に従事されていますじゃああおお願いいいししままますすすりがとうううござさ、えー、さんこんここにちはは石川です、えー、今日はどうぞよ,よ,ようこそお越しくださいました、えー パネルディスカッションに先立ちまして私の立ち位置というかそういったものをちょっと説明したいと思いますタイトルでデジタル地と人の地をつなぎたいと書いてありますが全然人文系ではなく丸っきりエンジニアリングの方ですで私はこのプロジェクトに関わったのは今回6回目なんですが2回目からですねなのでもう5年も経つ とということで今回、先ほどムービーとかをお見せしましたがモザイクシステムも今回で5年目でずっと開発し続けてどんどんど,んどんエンハンスを重ねて現在のところにたどり着いているわけですがそこの到達する時にとにかく 最初はデジタルコンテンツをコンテンツクストが感じられるように見せたいというこのオーダーを聞いてから始まっていましてその試行錯誤をしてその後にどうしているかということがちょっとお話ししたいなと思いますで今、そうして到達したところで何をいつも言っているかというと コンテンツ間の関係を記述したいいこれをいつももいつも言ってます、えー、それでコンテンテツをなげるつなげる,つなげるもういつもつなげるってつなげてほしいと言っているんですが今回はです、ねえー、どういうことなのかということをちょっと説明したいと思います。えー、こで、えー、つながると言っても今インターネットでいろんなものつながっています。えー、これ例えば例ですね。えー、今回あの谷口建築に関するものがありますので、えー、これ、えー、既存の イングーグル検索やウィキペディアから取ってきましたで慶応の人たちはよくご存知かもしもう知れませんが谷口を知ろうと勇の口ってすごく密接な関係があるそうなんですね私はもちろん知りませんでしたでこれをこの2人が関係するっていうものをどうやったら既存のメディアで分かるのかっていうことを試してみたんですで最初、えー 谷口義郎を検索しても、えー、イサム・ノグチというのはなかなか出てこないんだと思います、えー、で結果グーグルの検索の結果からウィキペディアに行きましてでここでもまだ出てきませんでそして一、えー、個ずつクリックしていくと、えー、新版来社ですかここに行くとここにウィキペディアのページに飛んでここでやっとイサム・ノグチが出てきます でこのようにしてつながってはいるんですがいつどこで誰がつなげているか知らないですし、えー、つながれた方このさもの口のこれを、まあ、グーグル検索ですがこれも誰がつなげているかなんて、えー、知,らない知っているのはまあ検索エンジン持っているところぐらいかなっていうでこれをどんどん、えー、と自分で探していかないと、えー、新しい情報というか知らない情報にもたどり着けないということがあ,るあります。でこれを なんとかもう少し、えー、簡単にではないですけどなんか周りに何があるのかってなんとなく知る術がないかということでモザイクシステムというものを開発しています、えー、モザイクは、えー、究極の究極といいますかある一種の,あのモデル化だと思っています先ほど、えー、ウェブで Google の検索結果などがありましたがそういったものを、えー、ちょっと小分けにして、えー、こう 配置しております。まあ谷口義郎があって勇の口。これが何かつなぐものがいろいろとあります。万来者、新万来者の。映像だったり、それがこう矢印で、つながる。こういった関係を誰かが。そうですね。こう一人が書かなくても。谷口義郎と新万来者っていうのをつなげる人。勇の口のデザイン、全材が入っているところを。つなげる人、そういった人たちがいることによって、いろんなところから。つながって、 野口おガーデンで誰か写真撮ったらこれを自分が「あこここれそうだ」って言ってつなげたらその,あの一般の人たちが撮った写真からもこういったところにつながっていくっていうことが、えー、モザイクの狙いとなります。で、えー、ただしこ,れこのモデル化は有効グラフで、えー、行っておりまして。 まあ、とても難しく、えー、ずっと、えー、やってはいるんですが私自身が文化財も何も持っていなくて、えー、自分で作るとこの猫の写真とつなげてみたりこう黒い、これも文化財ではなくこれはあなんかかわいいなと思って買ったものですで黒いものだからって言って、えー、グループにしてみたりとかその程度のことしかできなくって、えー、なのでこのモザイクのシステムというのは文化財のことを一つも考えずに作っています。 本当にただ物があってつながるっていうことをいかに人がつながっているのが分かるかっていうことを念頭に置いていましたので今日、かなり衝撃な話をたくさん聞いたような気がします <laughs> でそして、その次にです、ねまあ、このネットワークあのコンテンツのネットワークが出来上がった時に、えー、重要なことは人が見て何か思うそういうことが最終的には一番重要なんじゃないかなと思います。 でそこで、えーまあ、人が見てわかるようなコンテンツ空間として今回ののモザイクを一つの例としてて作っております最終的にはあのー、いろんなものがつながっていくと、えーまあ、このドアノブも全然あの興味のない方でも他のものとつながって自分の中にあるコンテクストと何か重なった部分があるときにそういう時には他の周りの、えー、コンテンツも興味を持つのではないかと。 そう思って、これこれにこういうメカニズムを提供することで、このデジタルの世界と人間がつながっていけたらいいなと現在考えております。以上です。はい、ありがとうございます。それぞれお立場でお話をいただきましたので、ここからはパネル討論とさせていただこうと思います。ではパネリストの皆さん前の方に。